はい、今日はね相場がないんですけども、昨日は FX の相場解説をちょっとお休みさせていただきました。私が持っているスキルでは何ともね解説の糸口がなかったんですよね。まあ、ですのでこういう時になんかごまかしながら解説するよりもちょっとね積極的にお休みいただくことによって、まあ、今日はお手上げですよね表現をしたつもりでございます。まあでもね、ずっとこれではいけないんで、私も相場解説を続けてきて5年になりますけども、初めてでしたねこういうことはね。まあ何を言いたいかっていうと、基本的に私はねゾーンとそれからフォーメーション分析で、まあ3ゾーンとかありますよね、あとあれですよエリオット波動、あと坂田五法、この4つの手法でほとんどは攻略できると思ってたんですよ。あとプラスアルファで移動平均線ぐらいかなと思いますけども、でも今回はねどれを当てはめても何も見えなかったんですよ。だから見えるふりをして何か解説するよりも十分ね、この1週間でこの1週間私何をやってもね全然その通りにならなかったっていうのを見ていただいたと思うんですよ。ですので私のスキルでは手も足も出なかった1週間がついに5年目に来ましたってことなんですよ。ただね、5年間中1週間手も足も出なかっただけですからね、来週からまた立て直していこうかと思いますし、またね私の力量で解説できる相場に戻ってくると思います。ずっとね分からない相場っていうのはないんですよ。で今回の動画のまとめになりますけども、まあ坂田五法なりね、ゾーンなりね、それからエリオット波動なりフォーメーション分析、この4つが分かれば少なくとも5年間やってきて解説ができない日はたった1日、そして結局ズタボロになって1週間手も足も出れませんでしたってことはたった1回でまあ賄えるってことなんですよ。その他のねほとんどの週ってのはしっかりと相場解説させていただきました。解説の結果そうならなかったことはあります。ロスカットで終わることもあります。ただですね、ロスカットあってもロスカットに合うよという予測はまああってたと思うんですよ。要するに第2仮説とか第3仮説では合致したと思うんですよ。まあこういうふうにね仮説ってのは第1、第2、第3ぐらい立てていくとその後の反省も楽になってくるんですよね。で今回は何の方策も立たなかったんで反省もありません、できません。どんな手法を使えばよかったのかなってことはもっと上位者の方に聞かなければなりませんけども、私は今回聞かないでおこうと思います。なぜならですね、5年間で1回しか来ないようなこんなね、アンラッキーなところに、まあ、そこまでエネルギーかけなくてもいいかなと。5年間に1週間ぐらいはねまあそういうこともあるさで割り切って過ごしてもいいのかなと思いました。でおかげさまで、まあ、ロスは必要最小限でしたしね、まあそんなに大痛手になることはなかったかなと思います。ということで5月ね、これから後半始まりますけども、ちょっとね正直売り上げ的には落ちてきたんですよ。今年1000万突破するかどうかってことでやっぱりいつもやってるんですけども、1000万いくでしょうけどもね、ラッキーが前半ありましたんで。ただねこの1月から4月までの売り上げと5月から12月までの売り上げが多分イコールぐらいになるような気がします。そのぐらいね私1回1回のねエントリーにおける、そのピップスがちょっとねちっちゃくなってきたのと、ピップスが大きい時っていうのはエントリーの回数がちょっと少ないんですよね。まあ、ですのでロットを多めに打ち込んで大きなピップスが取れる時は追撃をさらにしていこうかなと思いますけども、それをするとまたスタイル壊れそうなんで、今まで通りほどほどの追撃にしようかなってところですかね。まあ、そんな感じで考えをまとめさせていただきました。ということですね、また来週明けからよろしくお願いします。